本語でよろしいですよね。はい、はい、ではグランプリを発表します。グランプリはエントリーナンバー17番17レイディーバタフライさんです。おめでとうございます。さあ奥の方から登場いたします。 Thank you very much. Congratulations. さあグランプリを授与されたレディーバタフライさんに特別ゲストシャクさんから東急グループ商品券50万円が贈られます。どうぞ真ん中の方に来ていただきまして、さあそれではシャクさんお願いいたします。 Congratulations、 おめでとうございます。さあデイフさん、今日は審査員ということでどうでしたか、はい、今日の。そうなんです。いや楽しかったですけど、ただですね、あのラスベイダー、うん、息遣いが荒くてね集中できなかったで早く飲みたいってみんな思っててね、でも盛り上がりましたね。そうですよね、今年から外国の人もたくさん参加して、はい、みんなあの稲川元子事務所と思ったらそうじゃないみたいで、はい、ドラキュラの格好で、ドラクエありゲームですよねどうです。すみません、ね、どうしてこれを選ばれたんですか。用意されてました。37歳で、うん、シャーシャーと、うん、シンデレラ風なんて本当にもうずうずうしい、本当に申し訳ありませんが。そうですか、はい、でももうね、そのまま結婚パーティーに出席できそうな、ね、感じですけれども、お色直しみたいな感じで。本当ですね、はい、改めて結婚おめでとうございます。どうですか、お色直しの予定っていうか結婚の挙式の予定とか。挙式あの来年の1月10日が父の命日なので、はい、それが明けてからあるぐらいに予定しております。はい、そうなんですか、はい、どれになるんですか、うん、ホテルかどっかで結婚式。まだこれから準備を段階なので何も見ていないんですけども、あ、まあ、招待状また分かりましたでもどうですか、新婚生活はいかがですか。おかげさまで本当に幸せです。あ、そうですか。なんかハロウィンのパーティーも毎年なんかこう予定してるということなんですが、はい、じゃあ今年はご夫婦で。そうですね、いつもあの、うん、なんか愛犬と寂しくやっていたので、うん、今年は夫婦で呼びたいと思います。どんな格好をするんですか。あ、それはまだなんかお互い内緒にしようということで、でも今日はこのイベントでシンデレラ風のドレスを着るよって言ったら、そのままの衣装で帰ってきていいよって言われました。じゃあこのままの衣装で、彼は何て言いそうですか。お姫様みたいだねって言ってくれるティアラもつけて、はい、あ、そもそもよくないですよごめんね彼とはどこで知り合ったんですか。あ、あの友人の紹介で、はい、紹介で、はい、お付き合い半年というんですけれども、はい、プロポーズっていうのはどこでどんな言葉がグリグリ時間がないので。あ、僕ですか。ごめんね。ちょうどあのこのプリンセスのような、はい、あのなんかこう虹のような橋の上でひざまずいて王子様のようにプロポーズしてくださいました。いや、虹の夜とレインボーブリッジ決まってる。違う、そうです。でも飲食業やっていらっしゃるから、そしたらあれ残り物持って帰るんですか。あ、たまにね、持って帰ってくる。いいですね。今のはいらないね。はっきり言って僕帰ってもいいですよ。いや、